あ、おー、ラジオペロキュー。ふーちゃんからなおこさんに指令です。名前を使って韻を踏んでみてください。はい、原なおこ、元気な子、今日も私は早起きこう、イエーイ。せいさんからめいちゃんに指令です。初めてもらったサンタさんからのプレゼントは、小枝ちゃんの木のお家です。それではいきます。 KBC ラジオベロキュー。こんばんは、アーミンこと姫崎亜美です。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りします。そして今週一緒にベロキューをお送りする仲間は、こんばんは、リンクの大石芽衣です。こんばんは、リンクの副リーダー原直子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーイエーイ、オーイエーイ、よー、早起きこう、原直子、イエーイ。どういうことですか。もうクリスマスだからテンション上がってるんですよ。なるほどね。まあでも、うん、まあ、終わりました。イン踏めてたでしょ、ちゃんと。もう完璧。どうでしょう、どうですか、ね、この短時間に考える私のこのインの踏みを、はい、アーミンは好きですけど。あ、本当？はい、アーミンは好きです。お、ありがとうございます。インを踏めてたかは、うん、わかりません。踏めてました。なおこ、元気な子、元気な子、早起きこう。普段の真面目ななおこさんからこう見えないテンションですね。真面目なことインフの関係ないから、はい、いや、いいと思います。素敵だと思います。ありがとうございます、はい。そしてめいちゃんが初めてもらったサンタさんからのプレゼントは、はい、うん、小枝ちゃんの木のお家です。小枝ちゃんの木のお家、かわいい。小枝ちゃんってわかりますか。わからない。わかんない、それ、うん、ちっちゃい黄色の頭の二つ結びをした人形がいるんですよ、うんうんうん、お人形さん、はい、うん、その人形が、うん、をもらったんですよね、大きい箱に入って、うんうんうん、素敵。その箱になぜか下の方にお店のシールが貼ってあって、うん、それをずっと私は引きずってるんですよ。で、お母さんに聞いたら、うん、信じてる子だけに来るんだよって言われて、うん、あ、そうなんだって言って、それをずっと、うん、サンタさんもお店に行くんだよ、きっと、うん、そうですよね、多分。そうそうそう、サンタさんにしか、うん、サンタさんにしか入れない日っていうのがあるんですよね、多分。そうだね、あるんだと思う。なるほど。なんか閉店後とかにね、きっとね、うん、なんかちょっと足りなかった品とかを買い足してるかもしれない。そうそうそう、すごいですね、サンタさんもすごく忙しいから、忙しいからね、うん、すごい。もうサンタさん、ちょっと私、あの良い子じゃなくなったからか、大人になったからか、来なくなったっていう。あの、うん、アーミーも来なくなりましたね。来なくなった。めいちゃん来てる、まだ。来てます。本当に？はい、はい、来てます、来てます。してるからかな、やっぱいい子だからか、はい、いい子だから。何、26日になったけど、うん、そう、来た？今年は来てないです。来てない、来てない。来てないじゃん。何したん？去年まで来てました。なんか悪いことしちゃった。大人になったからじゃない？高校1年生になったから、もう来ないんです、多分。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そういう基準なんだね。そういう基準なんですよ、区切りとして。あ、はい、じゃあちょっと大人にならないとね。はい、大人になります。うん、今日は、なおこさんとめいちゃんとあーみんの3人でベロキューをお送りしていきましょう。皆さんからのフリーメッセージもお待ちしております。宛先は E メールは全部小文字で veq@kbc.co.jp、 ファックス番号は 092-722-4242 です。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。では早速いただいているメッセージをご紹介しましょう。はい、ラジオネームたかしさん、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。アーミン、めいめい、原さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いよいよ今年も残すところあと少しですね、うん、今年もリンクの活動をしていていろいろと思い出に残ったことがあると思いますが、その中で一番なことって何ですか、ぜひ教えてくださいというメッセージいただきました。ありがとうございま す, います。一番決めるの一番難しいですね。でも今週はあの今年はどうでしたかっていうメールがたくさん来てまして、そうなんですね、ありがとうございます。今年1年を振り返ろうかなって。そうだね、今年最後の放送ですしね。そうですよ、はい、そうですよ。でも私はやっぱり、はい、なおこさんはもう一番最初に来ちゃう、どうしても来ちゃうのが、はい、やっぱリンク3周年ライブですよね。あ、まあそうなりますよね。ゼップ福岡で行われた、はい、3周年ライブ、はい、私たちね、4月17日がデビュー日なんですけど、はいはい、4月20日に、うん、ゼップ福岡で開催された、はいはい、すごいね、大きなライブでしたよね。ライブでしたね、はい、あれがやっぱ一番かな、はい、あそこでもう
マリンメッセで2年後やりますって言って、やった、はい、それを目標に今年1年やってきたの で、ね、やっぱそこからなんか今年が始まったかなっていう感じがするなと思って、はいはい、そう、あのなっちゃんが、うん、こう未来への手紙って言ってお手紙を読んだ後にあの Going My Way をくれみさんがピアノで弾き、うん、で私あの、まあ、マイク持たせていただいてこう歌ったんですけど、うん、ほんとちょっと泣きそうねえ、なってで、ファンの人もちょっとうるめだったからさらになんかこっちもうるうるしちゃうよね、はい、そうなんですよ ね、実際泣いてましたもん私、うん、めいちゃんはい泣いてましためいちゃんよく泣くもんね。めいちゃんもうすぐ関係あるからすぐ泣くからめいちゃん、うん、一番のこと私はですね、うん、5人公演自分としては5人公演が初めてメンバーの最後から2番目かな、うん、最後か最後に出て、うん、あの東京で会ってる秋葉原の5人だけ出る公演でしょ、はい、ほー、それに初めて出て、うん、それですね、もう、もうね、大好きな全力エブリデイを踊らせてもらったり、うん、真ん中でおアクロバットとか体の柔らかさを生かさせてもらって、得意だもんね、はい、はー、その時誰が言ってたっけ、岸前とかと一緒に行ってたよ、岸前さん、うん、なつさん、なっちゃん、さきさん、さきさん、あれ、めい、めい、あれ、あれ、あれ、あやのんだ、あやの、あやの、あやの、これあやの聞いてたらちょっとショックで、ごめんなさい、あやのと何かあったのかな、何もないです、何も仲良しですね、思い出したくない何かがあったのかな、何もないです、まあ5人ね、交流がなさすぎ。これがいいですもん。実はキューティーの裏側が会話見えて、いやそのホテルの部屋も一緒でしたもん。あ、本当。みんな仲良しなんで、そういう話はちょっと。ね、あやのんとさ、めいちゃんホテルで一緒に泊まったらさ、こうどっちがこう早く起きて行くよとかそっち声かけたりするの？あやのんの方が年上だけどさ。めいの方が早く起きました。あ、本当？はい。あやのんマイペースやから。はい。やっぱそうなんだ。めいの方が準備も早かったし、うん、けどあやのんが意外と結構綺麗にしてたから。それはさ、めいちゃんめっちゃ汚くしてるイメージだったの。なんかあんまりそんな片付けるイメージがなくて、やめようやめよう、この話やめよう、はい、あやのんがいないくてまるで悪口みたいになっちゃうから。悪口じゃないです、悪口じゃない、鍵口みたいになっちゃうから、なんか本当にめいが興味があるものをめっちゃ持ってて、うん、いいなと思いながら見てましたね、はい、きこりのみたいな、なんかもう小屋、小屋そう、そう、うん、あのクリスマスプレゼントもうめっちゃ話しとれたそうそう、リングで、うん、あ、一番のね、一番の思い出、ちょ、アーミンいいですか、アーミンは、はい、いや私ももちろんその4月20日の ZEP の、 その3周年記念ライブはもちろんなんですけど、はい、うん、アーミーの中では一番はあの8月の23日に行われた糸島であったあの夏祭り、うん、あ、ピンク夏祭り、めっちゃ楽しかった、ね、めっちゃ楽しかったですよ、もう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 、なんかもうこう自分でこう出店をやり、うん、こう、まあ、売り子さんっていうんですか、こう、うん、お手伝いしつつ、最後の夜はこうライブもしてっていうのが、うん、花火も上がりましたね、そうそうそう、すごかったね、楽しかった花火や、すごかったもんね、うん、しかも、うん、ファンの方とかもすごく楽しそうにしてくださってたのが本当に嬉しくて、うんうん、それが一番嬉しい、それが一番ですね、すっごい集まってくれたもんね、うん、もう全然さ、あの糸島市であったから、はい、福岡のいつもやってる公園の場所とちょっと遠いじゃないですか、そうですね、どれくらい来てくれるのかなと思って、うん、ドキドキしてたらもう、わっ、めっちゃいましたよね、めっちゃいたよね、うわっと思って、すごかった、嬉しかったです、その中でライブできたのがやっぱ、うん、そう嬉しかったね、あともう一つが、うん、あのピザクックザ投票バトル、ピザクックですね、があの5月からこう始まったんですけど、これもちょっとアーミンの中ですごい残ってて、私7位で終わったんですよ、おーすごーい、すごい、 ありがとうございます、すごいじゃないですか、でもあの4位以内に入らないと、うん、こう選抜っていうんですか、うんうんうん、こう入らない、賞には入らないかったので、うんうんうん、この微妙な順位がとても悔しくて、うん、なあね、どうせなら4位以内に入りたかったんですよね、いや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 、こっちは準備も発表されてないですからね、そうですよ、ごめんごめんなさいあ、でもどうせそのランキングで発表されるなら入りたかったっていうのは分かる、負けん気が、なるほど、勝ちたいっていう気持ちが強くて、なるほど、今でも悔しいので、うん、またなんか来年そういうのがあったら、うん、ぜひちょっと狙いたいなと思って、なるほど、はい、頑張りましょう、
はい、頑張ります。そう、私も狙ってるからね。ね、私もですよ。そう、頑張りましょう。そうだよね。ねえ、ねえ、ねえ、頑張ろう、ねえ。仲いいですね。うん、はい。そうなの。そうなの。10歳ぐらい年離れてるの。なんかあんまイメージないですけどね。何が？年離れてるの？いや、2人が。仲いいの？うん。え、仲いいよね。喋りやすいです、めっちゃ。うん、あ、本当ですか。で、私さ、もう一個思い出あるんだけど、言ってもいい？何でしょう？私は、リンクレディっていう大人チームなんですけど、はい、リンクの中では。はい、やっぱ、リンクレディのスーパーライブ。あ、11月のね、21日、22日、23日に開催された、はいはい、ちょっと大人なセクシーなライブだったんですけど、やっぱそれがね、もう一番かな。一番一番かなって、一番まあ決めがたいんですけど、最近の中ではやっぱり。だってすごく練習してたの、アーミーも見てたので、見てました。いつもの公演と違ってやっぱりリミックスの曲がすごく多いので、もう新しい振りとかもうバンバン覚えないといけなくて、もう本当にね、もう準備カツ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 なんですけど、やっぱり楽しみにしてるよっていう、年に1回しかないので。そうですよね。ファンの皆さんがすごい楽しみにしてくださってたので、うん、頑張ってよかったなって。たくさん来てくれたんですよ、はい、ライブ。私福岡の方は見学に行きました。うん、ありがとう。行きました。私もそう、でも人がもう多すぎて、うん、あまり見えなかったんですけど、うん、おかげさまで、はい、多かったです。本当、はい、でもね、これ最後に私たちがもう最後ライブが終わってはけてきた時に、はい、キューティーのみんながはけてきたところにいて、はい、ハイタッチする準備して待っててくれたんですよ、はい、もうそれがね、もう、はい、本当に嬉しくて、私もうそれで泣きそうになって、もうめっちゃ嬉しかった。泣きながら待ってましたもん。本当ね、もうめっちゃ嬉しくて、もう、はい、もう私も本当それでリンクってレディーとキューティーがいて、はい、もうリンクだなって本当思って、はい、もうありがとうございます。本当に嬉しかった。私もレディーさんがいないとやっぱダメです、うん、本当私もダメです、はい、どうしたね、なんかいきなりありがとう、まあね、来年もね、うん、こうたくさんいい思い出というか、いいイベントがね、こう作れたらいいですね、はいうん、そうだね、はい、高橋さん、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。その他にもメッセージお待ちしています。宛先は veq@kbc.co.jp です。どしどしメールください。待ってます。アウェイク約束への道。マリンメッセ福岡でのライブを実現するためには、メンバー一人一人の個性も知ってもらいたいし、アイドルたるものトークもうまくできないといけないと思うわけですよ、うん、ということで、うん、毎回出演者の中から一人選んで持ち時間1分半で自己紹介してもらいます。イエーイ。アミちょっと噛んだけど、はい、すいません。そう、トークもできないといけないわけですよ。滑舌も良くないといけないんですよ。滑舌も良くないといけないわけなんですけれども、はい、アミ、はい、今日はもうすでに決めてきました。何でしょう。今日の、はい、自己 PR してもらうの、めいちゃんで お願いします。はい、頑張ります。あまりね、ベロフュー自体にも出演ってなかなかそうそうないので、うんうん、ね、今日はもうね、バッチリリスナーの皆さんに自己 PR していただいて、はい、頑張ります。はい、お願いします、はい、では早速いきたいと思います。よーい、スタート。こんにちは、高校1年生の1999年3月20日生まれの15歳、大石めいです。若い。私は2歳半からダンスや新体操を習ってて、ダンスはエアロビーを習ってたんですけど、新体操は新体操の得意な技があるんですけど、はい、前方展開っていう前に、何ですかね、バク転じゃないけど飛ばない、くるくるって回るブリッジで立って、前に行ってブリッジで立ってみたいなあるんですけど、それを全力で、全力連続か、連続で回るのが得意ですね。そしてあとローリングっていうのがあるんですけど、床に顎をついて足を後ろから前に、顔の前に反ってるみたいな、もう足をこう前につけるんですよ。あの中国雑技団。そうです、そうです、そうです。それが得意ですね。そして私は外国語とかメイクやヘアアレンジも好きなので、そういうのをどんどん活かして、いろんなところで活かしていけたらいいなって思いますね。メンバーの生誕とかイベントでも髪の毛したりとか、直子さんとかもしたことあるんですよ、うん、はい、もらったことあります、はい、めっちゃうまいです、ヘアメイク、はい、編み込みが最高です。編み込み得意ですね。で、他にもいろんなメイク
オルちゃんメイクとかいろんなのをどんどん勉強してファンの人にも見せていきたいなと思います。ぜひ遊びに来てください。難しい。遊びに来てください。ぜひ私にも会いに来てください。そうですね、はい。みーちゃんいっぱい ね、 いろんなね趣味というか、趣味多様ですね。なんか多いよね、いっぱい、はい、なんだっけ、前方、なんだっけ、前方展開、顎つくやつ、うん、顎つくやつはローリングって言います。ローリン グ、 ローリング、はい、すごい。あれあれ私見たことあるかもしれない。お、あのしましたしました。 なんていうんですかね、はい、こううつ伏せ寝をした足をそのまま、はい、背中側を通って顔の前に足が来る感じです。こんな感じですね。なるほど、なるほど。笑顔。ちょっと見えない、見えない、見えない。伝わりづらい。そうなんですよ、ね。でも、メロキューには公式 YouTube があるので、そうなんですよ、はい、そちらをチェックしていただいて、わかりづらいな、その絵。わかりづらい、わかりづらい。めいちゃんの絵心。で、めいちゃんすごく体がね、柔らかいってことで。はい、そう。じゃあね、横、さ、足とか開いたらどのくらいできるの？180度できます。ひ、う、ぃ、ん、はぁ、い、ー。それはちょっとメイちゃん、ほんとリンクの中で、たぶんメイちゃんが一番体が柔らかい。そうです。柔らかいリンクのメイちゃんそうですじゃないかな。はい、さすがだよね。リスナーの皆さんも、すごい知ってもらったと思う。はい、うん、はい、見てほしいですね、もっと。うん。でもやっぱ、あれだね、ラジオじゃ伝わらない部分はやっぱり見てほしいから、そう、まあ、結局公演に来てほしいなっていう、ぜひよろしくお願いします、はい、以上アウェイク約束への道でした。エンディングです。あ、はい、はい、ということで早いエンディングでございますけれども、早いですね。でもどうでしたか、ベロキュー。ベロキューやっぱいいですね、やっぱ、はい、アーミンがやっぱり、はい、あの回してるとなんか、はい、こっちもね安心するしね。いや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 、そうアーミンもうほんとダメなんですよ。どうしたどうした。そんな今日楽しかったです。いやでも今年1年振り返ると、うんうん、いやでもまだまだ本当、来年もっともっと、うん、アーミンもですね、うん、たくさんこう回しをうまくなるのもそうですし、はい、お話ももっとうまくなって、うん、もっともっと楽しい、うん、ベロキューをお送りしたい、およよです。なのであの今日聞いてるリスナーの皆さん、ぜひ来年もこのベロキューを楽しみにしていただけるとすごく嬉しいです。そうですね、はい、メッセージもたくさん欲しいですね。そうなんですよ、うん、そう、すごく今週もいただきましたし、うん、ぜひ来年からもよろしくお願いします。お願いします。みーちゃんどうだった今日ベロキュー。はい、今日は結構久しぶりなんだったんですけど、そう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 、はい、なかなかねベロキュー出る機会がなくて、みーちゃんすごく忙しいから、はい、そうなんですよ、うん、で今日は1分半の自己紹介もできたし、うんうんうん、めっちゃ緊張したんですけどね。そう、緊張するよね、はい、だって1分半も持ち時間あってそれを一人で喋るって、うん、やっぱリンクってグループじゃないですか、一、うん、人で喋るってなかなかないから、なかなかなくて、もう本当に、うん、あーってなりました。わかる。あ、そう、あのね、先週のね、あの百崎真由ちゃんも自己 PR やったんですけど、はいはいはい、あの先々週ですね、うん、やってもうわーってなってました。聞いた。ってなって、何喋ってるかちょっと途中分からなくなって、笑ってて、でもね、それもまあ楽しみと言いますか、はいはい、マリンメッセ福岡に向けてのね、はい、見に来てほしいです。あれなんで、そしてですね、今日と、はい、昨日ですね、うん、KBC ラジオチャリティミュージックソンありがとうございました。ありがとうございました。そして1月1日21時からはKBC ラジオから2015年元気のお年玉だよ、ウキウキリンクのヨーヨーニューイヤーがあります。やったー。なので KBC ラジオぜひあの21時からてかもうずっと聞いていただいて、うん、ぜひともあの声でリンク中していただいて、そうだよね、ぜひぜひ1月1日、はい、おお、ぜひよろしくお願いします。そしてもちろんですね、はい、あの24時5分からも、うん、まあ、木曜ベロキューあるんですけれども、うん、もしかしたら何かが起きるかもしれない、うん、音ということで、ちょっと1日もぜひ KBC ラジオをずっと聞いていただいて、はい、うん、ぜひあの両方聞いてもらって、うんうん、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。楽しみに、今日お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします、はい、お願いします。来週はどのメンバーが登場するのかお楽しみに。ベロキュー、今日のお相手はリンクのアーミンと大石メイと原直子でした。それではまた来週、バイバーイ。
いよいよ今年も残すところあと少しですね。今年もリンクの活動をしていて、いろいろと思い出に残ったことがあると思いますが、その中で一番なことって何ですか？上来てるから大丈夫。いやいやいや、本当です、本当です、本当です、もう本当です、本当です。みーちゃん生足、はい、生足、生足です。うわー、これ紹介したい。しないでください。肩も出てるし足も出てる。あれがなくなったんですよ、破れて、うん、タイツ、タイツです。学校に入ってったらぜひ教えてください。こけてみたいになって小学生か。一番なこと